吉本殿、炎症は効果的に。やはり正攻法では崩せそうにないのに。みんな、手はずどりに行ったね。吉本公と蹴鞠を制す。覚悟の一心、掴みたい。しかし、いにしえの名称のみだ。信じるしかあるな。やるからには最善を尽くす。炎症に近づけた。だが手出しはするな。行くぞ。全然燃えない策だ。大体覚悟の言葉を信じていいのか。今度は俺たちが裏返したぞ。全軍、頑張って合流してくれ。あらよったよ。あらよったよ。滅びを与える。退屈じゃの。蹴鞠相手でも現れるかの。ちょっと待てよ。これ、これ、本気で本性が信長の手だったか。マジで、まるで神にならない。帝族の誇りにかけ、ここを死しろ。ひげを引っ張ってない。名族はひげも心なしも立派なのじゃ。わらわも名族に手をかざるぞ。滅びを与えろ。吉本公をどう蹴鞠にしたのには潰れてくれるわよ。ほう、虫キャラどもは炎症と吉本のたかりをさ。わしはただ剣術師に言えばよろしいやな。そうかな。俺はいい予感がした。失礼しました。